山本周五郎作、く芋狩1昭和2年5月初めのある日、三河の国、岡崎藩の老職を務める鈴木宗兵衛の屋敷へ、一人の老人者が訪れてきて面会を求めた。要件を聞かせると、町道場を開きたいについて願いの筋があるということだった。その時、 矢作橋の改修工事が始まったばかりで、兵衛は、繁暴な体であったが、町道場ということは、かねて藩主、水野忠義からも話が出たことがあるので、ともかくも会おうと、客前へ通させた。客は、とときはやとと名乗った。三十二三と見える、あまり背丈は高くないが、たくましい骨組みで、太い眉と、一文字に引き結んだ大きな唇とが、 正漢な気質を思わせた。私は、五十日ほど前に五条家へ参りました。ただいまは、両町の、イゴベイと申す者の長屋に住んでおります。家族は、七ナエと申す妻と二人。残念ながら、未だ、子に恵まれておりません。もっとも、右はすでに、お奉行役所へ届け出た通りでございます。彼は落ち着いた調子でそう述べた。聖国は海。豪子の子で、 まだ、修取りをしたことはない。流名は一刀流であるが、ついて学んだ死の名は、死災があって言えないという。それだけのことを聞く間に、聡兵は、ちょっと言いようのない好感が、胸へ湧き上がってくるのを覚えた。格別、どこに引きつけられたというのでもないその男を見ているだけで、何やら豊かに、おおらかな気持ちが感じられたのである。 同伴には、今、カジーズ・ショノスケという新陰流の師範がいて、家中の教授をしておる。けれどもこれだけでは、家中全部に十分の稽古はつけられないし、もしも適当な師範がいて、別に教授をすれば、かえって互いに修行の励みともなるので、実はかるべき標法化を求めたいと思っていたところだった。もっとも、すぐ師範として、お取り立てになるとは申しかねる。 当分の間は町道場として稽古をつけてもらわねばなるまいが。失礼でございますが、私がお願いに出ましたのは、大瀬の趣きとは少し違うのでございます。とときはやとは、ちょっと具合が悪そうに、総兵への言葉を遮った。私は足軽衆のうちから、その志のある人々に限って稽古をつけたいのでございます。ほう。足軽に限って、 そうべ、苦い顔をした。それは、どういう司祭か知らぬが、侍には教授せぬというわけなのだな。私は標法家ではございません。教授などという人悲しい技は持ちませんので。ただ、ご城下に住居させていただく御恩の万分の一にも相なればと存じ、己の分相応に、いささかのお役に立ちたい考えだけでございます。それで、わしへの願いと申すのは、 アジガル州への稽古をお許し願いたいと存じます。はやとはつつましく言った。稽子は未明から日の出までと限り、お勤めには差し支えのないようにはがらいます。いかがでございましょうか。それだけのことならば、別に死いもないであろう。もっとも、一応は支配向きへ、その群れを申してやる。追って、沙汰をするであろう。からじげのうございます。よろしく。 お願い申し上げます。早人は、丁重に挨拶をして、辞去した。その日のうちに、総兵衛は、足軽支配を呼んで話をした。支配役は、むしろ喜んだ。近頃足軽たちには、そういう機会が、だんだんと少なくなり、このままでは、やがて武士としての心構えも、疎くなるのではないか、と、恐れていた。早速、その手配をいたしましょうと、非常な乗り気だった。 そして、それから一月ほど経った。総兵衛は半分に追われて、そのことはそのまま忘れ過ごしていたが、ある日不当もいらして、いつぞやの老人者はどうしておるかと、足軽支配に聞いた。足軽どもは稽古に通っておるか道場の様子はどうだただいま十人ほど通っております。支配役はそう言って笑いながら。 みんななかなか熱心のようでございますが、道場というのが草原でございまして。草原というと、ただの草原か。ただの草原でございます。両町の裏の小川に沿った広い草原でやっております。うーん。と、総兵衛は何やら言いたげに鼻を鳴らした。しかし、そのまま口をつぐんで、ジムに戻った。あくる総長。 まだ、ほのぐらい地獄に、兵衛は一人で、そっと屋敷を出かけて行った。霧の深い朝で、少し早足に行くと、胸元がしっとりとなるほどだった。両町というのは、城下のほとんど東端に近いところだった。およその剣刀をつけて裏へ抜けると、霧に霞んで、青田と雑木林とが、ぼかしたように打ち渡して見える。そして、その霧の彼方から、 へい、おう、という激しい元気いっぱいの掛け声が伝わってきた。ほう、やっておるな。そ兵べは足早にそちらへ近寄っていった。に、稽古を終わります。とときはやとがそう叫ぶと、十人余りの足軽たちは一斉に墓剣を下ろし、はやとの前に集まって会釈し,した。 みんな着物を浸すほど汗水くになっていた。ご苦労でした。支度ができたようですから、すぐに汗を拭いてきてください。そう言って早とが去ると、彼らは小川の船へ行って肌脱ぎになり、黙って手早く汗を拭いた。二重前後のものが多く、中には三十五六と見えるのもいる。こういう時、こういう者たちにやりがちな胸しが出るでもなく、みんな黙って、 いかにもテキパキとした動作だった。その間に、向こうではとときはやとが、人のまだ若い夫人、それが妻の名えだった、と一緒に大きな鍋とワンバを運んできて、草原へ据えた。支度ができました。来て座ってください。はやとがそう呼びかけた。味軽たちは互いに目を見かわし、何かうなずき合いながら、 近寄って行って、鍋の前の草地へ座った。そして、隼人の妻が、大鍋の蓋を取ろうとしたとき、頂戴する前に、今朝は一つ、お願いがございます。と、一人が改まった態度で言い出した。何事です。私どもは、もう30日余り、お稽古を受けに通っております。稽古をつけていただく上に、14人の者が、 毎朝こうして地層に預かりましては、付けないと申し上げるよりも、かえって心苦しいのです。はなはだ申しかねたことではございますが、ご教授料としてではなく、私どもの寸子といたしまして、今後、束縛の量をお受けが願いたいのでございます。私ども、一同のお願いでございます。別の一人がそう言い、みんながそこへ揃って手をついた。ぜひ、 お聞き届け下さいますよ。お志はよくわかるが、それはお断り申します。はやとは微笑しながら言った。はじめに申し上げた通り、拙者は標法家ではない。あなた方に教えるのではなく、ご一緒に武道の稽古をする修行者に過ぎないのです。また、一晩の芋貝は、拙者から信ぜるものではなく、天の恵み、国土の恩なのだ。 拙者はただ、その中継ぎをしているまでのことです。できなくなれば仕方がないが、できる間は差し上げますから、そんな心配は、無用にして食べてください。さあ、一緒にやりましょう。誰も何も言えなかった。最女が盛り付ける、熱い芋がゆのワが配られると、早とがまず箸を取り、みんな感動の溢れた表情で、うまそうに食べ始めた。そうべは、 これだけのことを見て、気づかれぬようにその場を去った。妙な気持ちだった。今聞いた話の模様では、ヤトは教授料も受けず、毎朝彼らに芋貝を出しているらしい。どういうつもりか見当もつかないが、何かしら尋常でないものが感じられる。ことに足軽たちのつつましい態度や、いかにもひたむきな様子が彼を驚かせた。 れは注意するようがあるぞ。宗兵は自分が許可した責任者なので、そう思いながらそれからも時々そっと見に行くことを続けた。稽古は未明に限っていた。ちょっと時刻に遅れて行くと終わってしまう。人数は少しずつ増えて、いつか三十人余りになったが、毎朝の芋がいは必ずみんなに出していた。 たとえ芋がゆにもせよ。あれだけの人数へ欠かさずやるのはたやすいことではない。そう思っているうちに、宗兵はいつかその場の雰囲気に強く心を惹かれるようになった。早との稽古ぶりは凛烈であったが、終わって鍋を囲む時になると、にわかに暖かい、和やかな空気がみんなを包む。早朝の激しい稽古の後で、師弟が膝を突き合わせて、 会をすするのだから、なやかな感じに包まれるのは当然だろうが、それはむしろ、はやとの、豊かに、おおらかな人柄から来るものらしかった。また、つましやかに、微笑をたたえて接待する、妻の七重の姿も、その場に明るい、楽しい彩りを添えていた。あの仲間に入って、一緒にあの会をすすったら、さぞ楽しいことだろう。 双米はそう考えて、思わず足を進めようとしたことさえあった。季節は真夏になって、一月に入ったある早朝のことだった。例になく早く、まだ足元も暗い時刻に行ってみると、ちょうどこれから稽古が始まるというところへ行き合わした。稽古儀にタンクをつけたハヤトが、 三十四人の門人たちの前に額を上げて立ち、パキパキとよく通る声で言っていた。今日から稽古の法を変えて打ち立ちを始める。その前に一言言っておきたい。彼はぐっと三十四人を見回して、貴候たちは合戦に臨めば軍票となって戦うのだ。軍票ということを雑兵などと卑下してはならぬ。 戦の指揮、計略は武将から出るが、合戦の主体となるものは軍票だ。いかに優れた大将が指揮をとっても、戦う主体の軍票が不鍛錬では戦いには勝てない。と、一同の腹渡へ染み通るような調子で言った。三。では、軍票としての鍛錬とは何か 一途不退転の心だ。命令のあるところ、スイカを辞せざるの覚悟だ。口で言うことはたやすいが、一途不退転の心とは、そうやすやすと鍛えられるものではない。その例を見せよう。そう言って早とは、そばに置いてあった青竹の一本を取り上げ、百歩ばかり先の地面へ突き立てた。そして戻ってくると、静かに刀を抜いて振り返った。 ここから走って行って、あの竹を二つに切り割るのだ。拙者がやってみせるから見ろ。みんな瞳を凝らして見守っている。早人は刀を右脇につけると、無造作に走り出した。走り出しは無造作だったが、やがて素晴らしい速度で一文字に失踪し、キラリと大剣が空にひらめいたと見るや。えいという激しい気合とともに、竹の上を、 ぱっと向こうへ飛び越えていた。青竹は、見事に真ん中から二つに割れ、地に突き立ったまま、ブルブルと震えていた。佐野市、やってごらんなさい。戻ってきた早とは、門人の一人にそう声をかけ、自分はまた、青竹の一本を持って、引きしていった。佐野と呼ばれた男は、前へ出て行き、支度を直して、静かに大剣を抜いた。 この間に、青竹を立てた早とは、佐野が位置につくのを見て、待て、と呼びかけた。これを青竹と思ってはならんぞ。甲冑に身を固め、たちを振りかぶっている、敵兵と思って来い。こちらのたちは、そこもとの面へ行くかもしれぬ、銅を払うかもしれぬ。そのつもりで、腹を据えてかかれ、よいか。佐野という男の目つきが変わった。 彼は抜いた刀を掴み、しばらく青だけの立っているあたりをぐっと睨んでいたが、やがて、意を決したように走り出した。ま、百歩、一息に失踪していって刀を振り上げる。その刹那に早とが、面へ行くぞ、と絶叫した。まるで壁にでも突き当たったように、その一声で、佐野は身をそらしながら踏みとどまった。竹との距離は、 九尺ほどあった。次、早瀬氏、お入れなさい。早とは、一個も与えず、そう叫んだ。戦場へ出た覚悟でやるのだ。この青竹は敵だ。油断をすると、逆に切られる。そのつもりで来い。そう。早瀬というのは、まだ、二十歳そこそこの青年だった。彼は、前の例を、よく心に留めた様子で、一人何かうなずきながら位置に立ち。 やがて呼吸を測って走り出した。今度は、早とは声をかけなかった。早瀬は一斉に馳せつけ、刀を振るって、えいと切りつけた。しかし、青だけと刀の切っ先とは五尺も離れていたし、切りつけた余生で、彼は右へのめって膝をついてしまった。かわって次、松田氏。早とはすぐ捜査権だ。 五人まで続けざまにやらせたが、四人目の一人が青竹を叩き伏せただけで、他のものは皆失敗した。みんな見た通りだ。ハヤトは元の場所へ戻ってきて、ずっと彼らを見直しながら言った。青竹一本でも今のようにしてはなかなか切ることができない。なぜ切れないか。それは気公たちの頭に義具が生まれるからだ。 甲冑をつけ、たちを持った敵兵と思え、という拙者の言葉で、貴公たちの目に敵が見えてくる。間近に迫った、面へ行くぞ、と叫べば、敵兵の剣が、面へ来る様が見える。その時、やられるかもしれぬという義具が生まれて、距離を誤ったり、体勢が崩れたりするのだ。さっき言った、一途不退転の心とは、つまり、この義具の念を打ち破ることから、 始めなければならぬ。相手が青だけであれ、敵の強兵であれ、走り出したら、毎一文字に行って切り倒す。その一途の他には、微塵も揺るぎがあってはならぬ。その鍛錬を、これからうち立ちの稽古でやっていくのだ。では、もう一度、拙者がやってやる。よいか聡兵は、その稽古の終わるまで、ほとんど時の移るのも忘れて見守っていた。 ただものではない。屋敷へ帰ってからも、彼の頭の中は、そのことでいっぱいだった。軍票の覚悟、という言葉も明確だし、青竹を使っての教えぶりも、ようを得ている。そして、全体を通しての、湧き上がるような情熱が、三十四人の者へ、ビシビシと入ってゆく様は、さらに見事なものだった。あんなことをさせておくには惜しい。機械を見て。 世に出すべき人物だ。それまでの興味とは違った角度から、聡兵は改めて、早とに注意し始めた。そして、まもなく、その機会が来たのである。新春、8月のある日、聡兵は矢作橋改修の工事場へ出かけていった。橋の上下に、かなり大掛かりな護岸工事をする設計で、それがほぼ出来かかっている。 彼はその模様を、下役人の案内でずっと見て回った。4秋とは言っても、日ざかりはまだ暑さがひどかった。工事場は一面に埃りだって、石を運んだり、土を起こしたりする雇い人足や足軽たちの群れが汗まみれになって、うおうさをしていた。 すると、その中で、差し担いで石を運んでいる若い足軽の一人と、見張り番の侍との間に、突然喧嘩が始まった。事の起こりはこうだ。足軽が石を運んで通るたびに、その侍が同僚たちと口を合わせて長老する。あの無様な腰つきを見ろ。満足に石運びもできはせぬ。春で剣道稽古などをするとは少子な奴だ。 まさにその通り、役にも立たぬ傾向あゆいなどをするから、大切な役目に、日雇い人足ほどの働きもできるのだ。お神からいただく縁は、盗んでいるのも同様だぞ。若い足軽は、耳にもかけなかった。それで侍たちは図に乗り、何度目かに通りかかった足軽の足元へ、ひょいと六尺棒を突き出した。重い石を担いでいるので、避けようがなかった。若い足軽は、 あっと叫びながら飲めり、土ぼこりを上げながら転倒した。何をなさる跳ね起きた彼は我慢の王を切ったらしく、いきなり侍の手から六尺棒を奪い取ると、足をかけてびしりと踏み寄った。おのれぶれのと、相手の侍は拳を上げて殴りかかったが、足軽はその腕を逆につかみ、つけ入ったと見るや、腰車にかけてだっと投げた。 見ていた侍の連れ三人は、意外な結果に取り伸ばせたと見え、うぬ、ん、叩き伏せろと叫び、一人は、切ってしまえと、わめいて刀を抜いた。足軽は無腰だったが、今踏み折った棒の半分を素早く拾い取ると、すべてのように三人の中に飛び込んでいった。いささかも臆せぬ、断固たる態度で。そして、一人の刀を突き落とし、 一人を体当たりで突き倒した。このありさまを認めたのであろう。向こうからさらに七八人の侍たちが駆けつけてきて、まさに大事に及ぼうとしたとき、工事場の人足の中から一人の男が飛び出して、両者の間へ割って入った。お待ちなさい。この上騒ぎを大きくしては、武士の対面に関わりましょう。場所柄をお考えなさい。彼はそう執行しながら、 おうでを広げて立ちふさがった。その声の輪こたる響きと、立ちふさがった身構えの鋭さに、さすが殺気だった侍たちも思わず踏みとまった。そこをすかさず、相手は足軽一人、ご箇中の死、大勢で取り詰めては、言い分が立ちますまい。お引きあれ、決めつけるように叫んだ。そして、その時鈴木宗兵衛が、 工事支配の役人たちと一緒にそこへ近寄ってきた。役名を捨てて何事だよろしいぞ。総兵の一括は決定的だった。この場の戦意は追ってする。皆、落ち場へ帰れ。みりに騒ぎ立てるなと、きっと申しつけるぞ。喧嘩の当人たちも、駆け集まってきた者も、この一言で潮の引くように散っていった。そして、 止めに入った九段の人足も素早く去ろうとしたが、その男をしばらく待て、と、蒼米が厳しく呼び止めた。尋ねたいことがある。詰め所まで、ついてまいれ。は、大せではございますが、私は。いや、ならん。ついてまいれ。そう言うと、すぐに蒼米はさっさと歩き出した。その人足は、なお、躊躇する様子だったが、支配役に促されて、 よんどころなく、後からついていった。すべしょへ入ると、べいは人を遠ざけて、二人だけになった。とどき、と、申したな、確か。べいに、いきなりそう言われて、どまに平くしてから、彼は静かにてをあげた。まさに、とどき、はやとであった。まことに、意外なところであう。そこもとは、武道教授のほかに、そくもするのか。 いかにも。はやとは、恥じる様子もなく答えた。ご覧の通り、認速もいたします。竜を聞こう。わしはないない、そこもとの教じぶりも見ておる。そのもとほどの心得を持ちながら、認速をしなければならぬとは不審だ。しかと、答弁を受けたまわろう。別に、竜と申すほどのことはございません。ないとは言わさぬぞ。宗兵は鋭く突っ込んだ。 八木橋は、岡崎町にとって工房の要害だ。改修工事の模様を探索に入り込むものがないとも言えぬ。どうださような考え方もございますか知らん。日っと、早とは微笑を漏らした。合戦に望んで、この橋一つが要害とは。さても、岡崎は攻めやすうございますな。城塞合類は戦のしのぎで、工房の要は、 人にあると存じますが。しかし、そのご疑念があるからは申し上げましょう。私が認足をいたしますのは、己のたつきを立て、門人衆に一番の芋がいを振る舞いたいからでございます。これより他に、いささかの理由もございません。お疑いになれば、どのようにもご仙議くださるよう。五。言葉付きにも眼差しにも、 曇りはなかった。それよりも、毎朝十四人の者のに会話を振る舞っている事実は、双米が自ら見ていることだ。あれだけの人数に、毎朝の振る舞いにはたやすくはあるまい。そう思いやったこともある。また、足軽たちに教える、軍票としての鍛錬の仕方など、どれをとっても、彼の言葉が嘘だとは思えない。ただ、残る不信は、 なぜ自分が認足までして、かゆぼるまいをするかという点だけだった。それを問い詰めると、はやとは笑って。わしがるしゅうには、総称からの務めがございます。稽古から戻って食事をするのでは、務めに遅刻する場合があるかもしれません。稽古も大切ではありますが、日々の務め役に、いささかでもおごたりがあっては、本末を誤ります。それにもう一つは、日々の務めで、 疲れた上、熱心に武道を励む。その心に、少しでも報いたいと存じまして。総兵は、心を打たれた。言葉は短いけれど、そこに現れている、早との豊かな、暖かい気持ちは稀なものである。なんという、行き届いた、暖かい心だろう。心から感動した総兵には、もう、塵ほどの疑念も、残ってはいなかった。 よく、はい、わかった。もはや、何も言うことはない。だが、届きし、彼は目を潤ませていた。改めてご相談だが、毎朝お振る舞いくださる粥の量として、わずかながら、月々十0票ずつお受けくださらぬか、そうしていただければ。それはお断り申します。しまいまで聞かずに、彼は固く拒んだ。なぜいかん。 知らぬうちならともかく、家中の足軽が無料でご教授を受け、また毎朝の振る舞いまでいただいておると分かった以上、菅の老職として捨ておくわけにはまいらぬ。よくわかりました。大勢はよくわかりましたが。と、早とは静かに答えた。そういたしては、私の心が通りません。どうぞこのままお見逃しを願います。それでも、 という隙のない心の決まった口ぶりだった。宗兵衛はついに黙るより仕方がなかったのである。その日の仕事を終わって、早とは両町の裏にある己の住まいへ戻ってくると、貧しい家の中に三人の若い侍が待っていた。妻の七恵は部屋の隅で人ごとの縫い物をしていたが、夫の姿を見ると、 膝の上のものを押し片付け。お帰り遊ばしませ。と言いながら、半蔵と着替えを持って出てきた。二人はそのまま井戸端へ行った。ご家中のお侍衆でございます。水を汲みながら妻が囁ささいた。大層、景色版でおいでのようですけれど、何か間違いでもございましたのですか心配するほどのことではない。早とは汗を拭きながら答えた。 それよりも今日、五郎職から、米を淵しようと言われたぞ。はあ、おを。よ。淵をもらえば、お前がチン仕事をして、疲れる分だけでも楽になる。お前には、少し息抜きをさせてやりたい、そう思った。まあ、何をおっしゃいます七枝は、びっくりしたように表を上げた。びっくりしたというよりも、恨みしそうな目元だった。 はやとはすぐに首を振って続けた。うろんそれは思っただけのことだ。俺は断った。俺が人足をし、お前が昼夜を分かたず人仕事をする。そして振る舞うからこそ貧しい萌ゆにも心がこもるのだ。その心が使用する人々へも通ずるのだ。己の教える武道は心だ。技ではない。だから心と心との通ずることが、 何よりも大切なんだ。よくわかっております。私のチン仕事などが何の苦労でございましょう。今更そのようにお考え下すっては、私、お恨みに存じます。つい、口が滑ったまでだ。はやとはそう言って笑った。このような気持ちを、俗に、夫婦の上とでも申すのであろう。珍しいことをおっしゃいます。七重も、頬を染めながら、 恥ずかしそうに笑った。体を拭い着物を着て家へ戻ると待ちかねていた三人はにわかに座り直した。しかもや人は妻に茶を立てさせいかにも心静かに一服してから初めて客の前へ来て座った。これだけの順序で三人のものは全く圧倒され意気込んでいた出罠をくじかれた形だった。 もはや、お聞き及びかと存ずるが、と、一人が要件を切り出した。今日、矢萩橋の工事場で、足軽と侍との間に喧嘩があった。近来、底本が武道の教授をされるそうで、足軽どもの寄付が、戦場傲慢になっておる。いかなるご教授によるのか、お心得のほどを拝見をしたいについて、我ら師範、カジーズ・ショスケより、午前時愛の願いを提出つかまつった。 不つ、おるしのおさたがあろうとんぞるゆえ、そのおり、逃げ隠れなさらぬよう、しかと、ただいは申し入れる。六。言うだけ言うと、三人はすぐに帰って行った。早とは、やはりそうだったかと思った。今日の喧嘩の原因も、足軽に武道の教授をしている、という反感もあるのだ。 そして結局は、足軽が三人の侍を相手にして勝ったとなると、彼らの矛先が自分に向かってくるのは当然である。いかが遊ばしますか七枝が気づかわしげに夫を見た。争いは好まないが、と、早とは困惑しながら。しかし、武道の誠を守るためには、いたずらに争いを避けるだけが脳ではない。 受けるより仕方がないだろう。いかにも気の進まぬ様子でそう言った。その翌々日、鈴木宗兵衛から使者があった。午前試合の加盟があったから、この使者と堂々で途上されたい。悪くは計らわぬから。そういう工場だった。隼人は覚悟をしていたので、すぐに支度をし、愛用の剣を持って、 死者と一緒に登場した。案内されたのは、本丸の月見櫓の前で、試合の場所には幕が張り回してあった。席に着いたのは、鈴木聡兵衛と他に老職二名だけで、間もなく上州、水野剣持忠義が神座へ現れた他には、見物の者は一人もなかった。梶井図書助は、三十六七になる。 立派な人物だった。上勢もあり、骨組みもたくましく、眉のはっきりした、堂々たる風貌である。用意がよくば、双方出ませい。上手が席に着くと、双米がそう声をかけ、勝負は一本。イコンあるべからず、と言った。早とは拝礼して、墓剣を黒から出し、静かに相手を見ながら進み出た。 図書付けの木剣は三尺近い大きなものだった。彼は位置に着くと、それを西岸にとってきっとこちらを見た。早とは木剣をさえたままその目を見返した。両者の距離は二軒あまりある。互いの相帽は鹿と噛み合って、さながら空中に線を結ぶかと思われるようだった。そのまま時が経っていった。 どちらも微動もしなかった。図書けの西岸の木んも動かず、右脇へ引っさげたままのやとの木んも動かない。ただ、呼吸と目だけが一瞬の気を見極めようとして火花を散らしている。するとやがて、やとがふいと体を引き、図書けが絶叫しながら打ち込んだ。それはまるで隼人が誘い込んだように見えたし、 内を入れて伸びた図書介の小手を、隼人の木剣が目にも止まらず切って取るのが見えた。勝負あった。剣持忠義も老職たちもそう認めた。しかし図書介はどうしてかそれを無視し、重ねて激しく打ち込んだ。隼人はさっと身を引き、図書介の木剣をカッと叩き落としたが、それと同時に自分の木剣もポロッと取り落とした。 参った。参、ま、った。二人はほとんど同時に叫んだが、それでも隼人が、相口に譲ったのだということは隠しようがなかった。勝負見えた。両人とも見事だ。忠吉が、自らそう声をかけた。ととき隼人とやら、許す。遅庫を進め。上位であるぞ。葬儀も促すので、隼人は支度を直して、前へ進んだ。 ただよしは、じっとその顔を見つめながら。その方のことは、かねて葬儀より聞いておる。ただいまの試合ぶりも、あっぱれだった。食六五百石で、市販に召し出したいと思うが、どうか。ありがたき御意を賜り、御礼を申し上げまするが、ご当家にはすでに、市販として、梶井殿もおいでになることなのであり、はばかりながら、固くご辞退を申し上げます。 ああ、いや、届き、しばらく。後ろから、図書助けが声をかけた。ただいまの勝負は、まさしく、拙者の敗北でござる。午前において、各明らかに、優劣が決まったからは、もはや、市販の役は、務まり申さぬ。拙者は大つ捕まつるゆえ、どうぞ、ご侵赦なく、お受けくださるよう。ほう。はやとは目を見張り、びっくりしたように振り返った。 ただいまの勝負に負けだから、もはや師範は務まらぬとおっしゃるか。すると、仮に拙者が師範となっても、また別に標法家が参って試合をし、負ければ師範ができぬというわけですか。そこまで言うと、急に早との方へカット値が上った。彼は膝を旗と打ち、バカなことをおっしゃるなと、大喝した。標法は、 死ぬまでが修行という。技の優劣は修行の励みでこそあれ、人間の価値を決めるものではないぞ。人の師範たる根本は武士として生きる覚悟を教えるもので、技は抹節に過ぎない。記念はその本と待つと思い違えておる。さようなことでは、今日までのお淵に対しても、申し訳はござらぬぞ。図書助はいつか両手を膝に、 深く表を垂れていた。技に負けたら、かつ修行をすればよいので、師範の務めは技の優劣ではあるまい。その一言は、図書助一人ならず、剣持忠義はじめ、同心たちをも、勘奮させるのに十分だった。私が、ご自体捕まつるのは、と、早とは忠義に向き直った。別にいさせか、 おのれの思案があってのことでございます。一言にして申し上げれば、私は標法で一国一般のお抱えとなるのが目的ではございません。日本国、いずれの地も我が道場、いずれの人も我が行く道の同志門人と心得ます。一人でも多く、誠に武士として生きる心を啓発して参るのが私の望みでございます。 どなたに限らず、一粒の縁も、頂戴する考えはございません。剣持忠義には、もう、言うべき言葉はなかった。ただ、これほどの人物を目の前にして、己の家臣にできぬ恨みだけが、苦しいほど切なく、彼の胸を締め付けるのだった。とと隼人は、矢萩橋が完成するまでいたが、完成すると間もなく、 来た時と同じように、標然と、岡崎を去った。もうみんなに、芋がゆの振る舞いができなくなったからな。米別の朝、最後の狩りをすすり合いながら、早とは笑ってそう言った。またどこか、飲食の稼ぎのあるところへ行くよ。そして、青草原のあるところへ。この二つさえあるところなら、どこでも俺の道場だ。それから、 選別として言っておくがと彼は形を垂らして言った。戦場へ出て一途不退転の働きをするのには日常の生き方が大切だ。百国の侍に出世することよりも足軽として誰にも劣らぬ優れた人間になれ。それが正しい生き方だ。今日まで教えた俺の兵法の根本はここにある。それを忘れぬように。 こうして、トトとときはやとと、妻のななえとは去った。しかし、彼が去ってから後で、彼の評判は、かえって高くなった。様々な噂が生まれ、まことしやかな説が広まった。とときはやとというのは、仮名だった。あれはやゆう家の、十兵光吉殿だというぞ。いや、十兵衛殿は、石岩だと聞いた。 十米三ど殿ではなく、主前胸冬という人に違いない。確かに、顔に見覚えた者がいる。そうだ、胸冬殿にそういない。その他にも、東大建制の名がいろいろ出たが、どれが本当かは、ついにわからずに終わった。さもあらばあれ、心のこもった、暖かい芋粥の伝説は、 岡崎人の心に、長く、忘れがたい印象となって、残ったのである。ご視聴、ありがとうございました。山本周五郎作、芋これにて読み終わりでございます。よろしければ、チャンネル登録を、お願いいたします。いいねも、よろしく。